go! おはようございます。おはようございます。ホームゴール裏コンコース、施設、水分補給に至っ、お願いします。
da vorne gut anlaufen und versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen. 前はしっかりプレッシャーかけれるようにね、いいプレスかける。Schnell und einfach Fußball spielen bei Ballbesitz. ボールを持ってるときは早く簡単に。Ja, achtet darauf, dass ihr den Ball scharf spielt, aber scharf in den Fuß spielt. Nicht, dass er zu schnell wird und jetzt aus. しっかりね、足元にパス出すこと。強いパス。で、流れないように縦に。Ja, denkt daran, dass er bei Torschüssen das Tor trifft. Körper beim Ball lassen, lieber flach schießen als zu hoch.シュートはしっかり的捉えるね、枠捉えていくよ。で、浮かすぐらいならしっかり体を押さえて。Ja, und einmal mehr Standardsituation für den Gegner, so gut es geht, vermeiden. 相手にはセットプレー与えない。ね。Männer, wir haben eine gute Ausgangsposition und die wollen wir heute noch mal verbessern. ここまで順位にはいいポジションにいるんだからね。これもっと良くしていきたい。Wir fahren mindestens mit einem Punkt fahren wir nach Hause. Mindestens, wenn nicht mit drei. 少なくても1点、勝ち点1は取るよ。Also, ね、3を狙うけどね。Vollgas geben auf den Platz. Okay, 全力でいくよ。行こう行こう行こう。じゃあ行こう行こう、全員で。最初まで最初まで行こう行こう行こう。これで行こう。自分のせよ。シャー入りからは入り大事だぞ。こっちからね、全力出してよ。ストップ。簡単じゃないからね。けど一人一人が最後まで粘り強く戦えばその勝ちに近づくから勝って終わろう。またサポーターが来てるからね。この平日の中遠い中来てくれてるこの気持ちを忘れずに戦おう。Yeah!
Wenn man mal irgendwann Pech hat und es nicht läuft, dann läuft es halt irgendwie. Ja, aber ne, immer wie kann ich sogar, Anarchie, das ist doch, immer wie kann ich, immer wie kann ich. Wir hatten eine gute Anzahl von Schaumöglichkeiten. Chancen, die hat tags an Tag. Ja, aber sie hat uns zweite Halbzeit gespielt. ただ後半すごくいい後半を俺ら過ごしたよ。あの後半druckvoll gespielt. Wir haben auch gespielt. Weil wir sind hinter die Abwehr gekommen. Wir haben gute Aktionen gehabt. Wir haben gute Aktionen たくさんあった。ゴールまで行けた。本当に次にベラをください。次はしっかりゴールに決めよう。あとね、大体スパーリッシュ、3番に取り入れる。楽しみ必要ない。3連敗だけどね。こんなことは起こることだから。Morgen, ab nach Hause, und dann werden wir uns vorbereiten auf das nächste Spiel und werden versuchen, da 3 Punkte zu erspielen und zu erkennen. 明日広島戻って、次の試合に行く準備しよう。Nein, also seid nicht zu traurig. Wir haben in 3 Wochen, oder wenn das Spiel ist, in Nagoya nochmal die Chance zu zeigen, dass wir unter die letzte Nacht in den Denkfeld kommen können.悲しむ必要はないから、まだ名古屋でやればいい。俺らでそこにまだチャンス、まだまだあるから。カップオフ。チャン向かない。次よ。スカルソ、スカルソ。まあ、うまくいかないときは本当にうまくいかないので、その中でやっぱ前半にこう隙を与えてしまった中で、やっぱこう失点したこうずるずるいってしまったので、そこはチームとしてもこうセットプレーを気をつけようという形で入ったので、その中でやられたのが悔しいですね。そうね。アウェーで3連敗してしまったので、しっかりまたホームで、またこう自分たちの形っていうのを持っていけるように、みんなで準備していきたいなと思います。自分たちには珍しいこのセットプレーからの失点っていうのは、まあやってるサッカーは絶対間違ってないし、そのクオリティも上がってると思いますけど、またそのセットプレーからの失点っていうので、やっぱそれが続いてしまうっていうのは何かやっぱり原因があるし、そのファウルを減らすのも一つの対策だと思いますし、まあなかなか今難しい状況ですね。もちろんあの質の高い攻撃ができればいいですけど、まあまずはその堅い守備っていうところが自分たちの作ってきたベースなんで、もう一回その原点に立ち戻るだけだと思いますし、まあもちろん3連敗、公式で3連敗ってのはありますけど、続けていきながらまたそういった細かいところを埋めていくんです。自分たちに今置かれている状況は勝たないといけない状況なんで、何が何でも、まあ、それをしっかり、まあ、まずいいコンディションできるようにいい準備をして、まあ、試合になればそういった気持ち、勝っちゃいって気持ち、勝たないといけないって気持ちを前面に出してプレーしたいなと思っています。